皆さんこんにちは本日はエンターテインメント及び政治ニュースのチャンネルとともに過去24時間のハイライトをいくつか見てみましょう大型連休が明けた5月7日は学習委員女子高等科の生徒にとっても時代が令和となって最初の登校日となった生徒の中に愛子さま 17のお姿もあややうつむき気味で歩くお顔が、パッとほころんだのは、ご学友の姿に気づかれた時だ。軽く手を振り笑顔を交わし、愛子さまは拷門をくぐられ。関連記事、ブームの陰で、愛子さまと、過去さまの歴然たる格差、新しい天皇皇后両陛下の一人娘というお立場になられた、愛子さま。 平成の五代昭和天皇の自重の多くが新天皇の自重にとどまった。それとは異なり、今回の五代代わりの人事では、これまでの東風の自重たちが新たな天皇ご一家の自重。変わらない環境の中で愛子さまはお暮らしだ、宮内庁関係者、以下道だが、もしかすると愛子さまを取り巻く環境は大きく変わるかもしれない。にわかに、 女性天皇論が盛り上がっているからだ。現在の皇室天範で、皇位継承資格を持つのは、父方が天皇の血を引く、男系の男子皇族のみ。皇位継承順位第1位は、皇子の秋篠宮さま、第2位は、久人さま、第3位が、上皇陛下の弟である日立宮さま、近所天皇の次世代の皇位継承資格者は、 久人様だけだ3月18日、菅義偉官房長官は、国会で安定的な行為の継承についての議論を速やかに始めると発言。議論の行方によっては、愛子様が皇太子になられ、将来は天皇に即位なさる可能性が出てきたのだ。近現代皇室史が専門の静岡福祉大学、小田部雄二名誉教授は続ける。 男系天皇を主張される人の理念はわかりますが、具体案がないのが現状。皇族の女性、女系天皇について国民の選択を受け入れるご覚悟をお持ちになっています。実際、新聞社などが実施した最新の世論調査では女性天皇容人が8割近い。本市のアンケートでも81が3位を示している。ある皇室ジャーナリストはこう打ち明ける。 実は、上皇陛下は、以前から、皇統を絶やさないため、女性天皇を認めるというお考えを、お持ちですさらに、皇室ジャーナリストの渡辺緑さんが話す。愛子さまが尊敬し、強く影響を受けているのが上皇后、道子さま。その道子さまは、愛子さま自身のご意志を大切にしたいはずです。教育を受け、公務で経験を積んでから、皇位継承について、 考えるのが、美智子さまは、そのようなお気持ちで見守っておられるのでしょう。期待が高まる中、愛子さまはすでにお立場を自覚して振る舞われているという、最近の学校でも社交的で行事に積極的に参加なさっています。時々休まれることもありますが、ご自身で立てた勉強の計画に判断なさっているそうです。前出の宮内庁関係者愛子さまは、 現在、高校3年生。来春には卒業され、大学に進学される予定だ。成人まで、あと3年。愛子様が皇太子になる日は、着々と近づいている。以下では、本市が男女100人を対象に取った、女性天皇、女系天皇、女性宮家についてのアンケートの結果を男女100人、調査。1、女性天皇、女系天皇を認めて、 好意を継承していけるようにすることに賛成ですか両方に賛成、67人、女性天皇には賛成だが、女系天皇には反対、14人、女性天皇には反対だが、女系天皇には賛成、一人両方に反対、9人、その他、9人賛成意見、伝統も大事な、このままでは、天皇家自体がなくなりかねない、30代、男性、 男女で差を設けるのは、おかしい。男性、長子が継げばいいと思う。40代、女性反対意見。長い間の制度だから、50代、男性、監修を守っていきたい。40代、男性、日本の伝統を壊すことになる。50代、男性、あまり良いとは思わない。30代、女性、に、女性宮家けを創設することに賛成です。賛成、59人反対。 33人、その他、8人、1、2、は20歳以上の男女100人に、アンケート調査。2019年5月10日実施、2016年の本誌アンケートでは、女性天皇、女系天皇を認めて、新しい制度を作るべきだと思う、78人を思わない、22人20から60歳の、男女100人に、アンケート調査。二千十六年八月八日、 実施、週刊フラッシュ2019年5月28日